第6代リッチモンド公爵、チャールズ・ヘンリー・ゴードン・デノックスは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア・アサ中期から、後期の保守党政権で、閣僚職を歴任した。父が爵位を継承する1819年まで、セトリントン教を、1819年から自身が爵位を継承する1860年まで、マーチ伯爵の儀礼称号で称された。 第五代リッチモンド公爵チャールズ・ゴードン・デノックスと、その夫人、キャロラインの間の長男として、ロンドンの自定リッチモンドハウスに生まれる。ウェストミンスタースクールを経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチへ進学。1841年から借位を世襲する1860年まで、ウェストサセックス選挙区選出の保守党の、庶民院議員を務めた。 1860年10月に借位を接種して、貴族院議員に列する。第3次、ダービー伯爵内閣期の1867年3月、クランボーン死爵が、第2次選挙法改正に反対して辞職し、その後任に通商大臣、サー・スタッフォード・ノース・コート順断爵が就任したのに、伴う玉月人事で通商大臣に就任した。続く、第1次、 ディズレーリ内閣でも留任した。野党期の1869年暮れに、保守党貴族院院内総務を務めていた、ケアンズ伯爵が辞職したのに伴い、恩和な人物だった、リッチモンド公がその公認となる。以降、当主ディズレーリが、ビリコンズフィールド伯爵に辞されて、貴族院に移籍する1876年8月まで、その地位にあり、ディズレーリの方針を貴族院から指示した。 しかし当時のディズレーリの貴族院保守党に対する影響力は微妙であり、そのため、党内藩ディズレーリ派の間には、ソールズベリー公爵を保守党貴族院院内総務に押す声が根強くあった。八百七十四年二月に成立した第二次、ディズレーリ内閣には、陸軍大臣としての入閣を希望していたが、ディズレーリはそのポストを財政に強い庶民委員から任命従っていたため、 結局、リッチモンド公は、スーミツイン議長兼貴族院院内総務として入閣することになった。農業問題に精通していたため、その分野で活躍した。リッチモンド公は、ビクトリア女王のお気に入りの貴族であったため、1876年1月13日に、新たに連合王国貴族爵位として、ゴードン公爵を与えられた。これにより、 ゴードン・レノックス家は4つの公爵位を保持する唯一の家柄となった。4校くらいの所領すべて合わせた土地面積は28万エーカーにも及ぶという。1885年から1886年に成立した第一次ソウルズベリー公爵内閣では通商大臣とスコットランド担当大臣を務めた。1903年9月27日に スコットランド・マレー・ホッシャバーズにあるゴードン城において死去した。85歳だった。1860年10月21日に死去した。父から以下の借位を継承した。1876年1月13日に以下の借位を新規に与えられた。1843年にアルジャーノン・ングランビルの娘、フランセス・ハリエット・グランビルと結婚し、 彼女との間に以下の六子を設ける。ありがとうございます。